はい、どうもしおりです。門寮です。はい、今回ですけども門寮を夜中に呼び出して東京でちょっと連れて行きたいところがあって、軽くちょっとデートしたいなと思って。おお、まあ、寒いんですけど、この夜の道歩くっていうのもちょっとまあ一つ風情があるっていうか、はいはいはい。で、俺連れて行きたい店があって、そこでちょっと一つ人類初になることをしたいなと思ってて、まあその、まあ、間違いなくこれまでデートしてきて、あ、ここ連れて行かれたことないわっていう、こんな経験私したことないっていうはず、はい、間違いなく。ちょっと近くなって行きますか。一気に冬近づいたな。あ、来た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 、ここここ。え、博多や、博多水滝やって。あ、違う違う違う、これ。待って、これまたネタ動画もしかして。違う違う、見たわかるやん。いやだからもう特売デート知らん。ちょ待って、これなんかさ、スシローと一緒じゃない。特売デート知らん。こっちじゃなくて、こっちやで。お店にも許可取って。え、何する、髪の切るん。ここちょっとね、ポイントからしてもらってるんで、うん、ここで頭洗ってほしいなと思って、本当に。女性が、あ、そうそうそう、やっぱその、シャンプー出したやん。出したけど無理やから、そんな。シャンプー出して習えるんじゃないかなと思って。あとやっぱ、人類初のことやってみたいなと思って。多分、世の中でおらんのじゃないかなと思って、床屋デートしたいやつ。頭洗いたいだけやん、洗わしたいだけ。デートって言わないですよね、これね。彼氏が彼女に床屋に連れて行って、頭洗ってもらうってやつ。多分、世の中で初めてです。これもし洗いたいだけやろね、これ。これちょっと撮影してたの。いや、これ新しいデートを俺は提案したよ、世の中の男に。もう部屋でしまくっても洗いたいだけやろ。違う違う、それはモンブルに洗ってもらうから大丈夫。そう、大丈夫。佐々木さんに洗ってもらって終わりやったら忘れてた。朝とここに連れて行くから、やっぱりその頭を洗ってもらうっていう行為したことない。だからいい。マジで。そうそうそう、だからすごい一生の思いになるから。え、いいんですか使って。あ、ぜひ。ありがとうございます。すごい用意周到、許可もらえた。これがちょっとまあ来年以降ブームになってくるかなと思う。床屋デート。そう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 、男側も女側も床屋に連れて行ってシャンプーを片方してもらうっていう、これ新しくない。先駆けかもしれないですね、これが。じゃあどこ使っていいですか。こちら。こっちで、はい、了解です。佐々木さんやってください。どうせならね、本領さん見たいっすけどね。え、知らんで。一回爪見せてもらっていいですか。頭皮えぐれるっすよ。じゃあやって。じゃあやって。シャンプー屋さんみたいになってるやん。どうやるんですか。ちょっと席だけ。シャンプー屋さんじゃない。これシャンプー屋さん。水カバーするやん。あ、そう。そう、やる。これタオルを先に首に巻いて、あ、これつけて倒します。まあ、どう巻くかってこれ結構センス出るんですよ。巻き方あれですか。はい。センス。よくやってますか。思い出したらいいじゃん。はい。こうやって。ここでなんか洗濯ばさみで止めるときあります。脱いだ方がいい。ああ、やりやすい方で。脱いだ方がいいか。脱いだ方がいい。脱いだ方がいいと思います。シャンプーを本領出したいけど、もうここで脱いで出したい。今買えないらしいですよ。そうそう、だから宣伝しなくていい。まあ、いつから買えるんですか。来年とか。来年ですか。来年ね。いや、めっちゃ急いでるんですけど、こんな売れると思ってなくて、ほんまに。でもマジでめちゃくちゃ気に入ってくれて、ヒカルさんも。でもこれ、旅行のその髪型みたいな、ほんまに美容師さんおりそうやけどな。ああ、確かに。おりそうじゃない。誰が、俺が。おりそう。上の、どっちが下。すごいな、この髪型。おお、近い近い近い。お客さんの、お客さん。お客さんびっくりする。近すぎて。で、ここ見せる。言ってしないとさ。で、まあ、密着度すごい。近くて超えられない。これは、だから、新しい提案。確かにね。ああ。これだからさ、よくない。いいデートだね。気になったと思ったら、床屋連れてっていう。で、床屋の一席だけ、ちょっと貸し切らしてもらってさ。これやばっ。斬新やん。斬新やけど、すごい、斬新やん。確かに驚くわ、そんなデートしたくないな。戦略勝ちやろ、これ。黄色いボタンを上に一回もうポチッと押すと倒れるんで。おお、支えてあげたら。これはね、出しても閉まってもどっちでもいい。もう閉まっといたままで。お湯出しますよ。あ、ちょっと怖いな、これ逆に。怖さもあるな。いきます。おい、びっくりした。顔になんかかけたりのもない。いや、あるんすけど、ね、出してた方が。あ、めっちゃ出ない。やったやった。すごっ。いや、これでもな、こういうことなのか。分かんないですよ、実際。確かに、言われてみた。どうぞ。まあまあまあ。ちょ、めっちゃ耳の穴に。結構痛そうだ。痛そう。耳の穴に水入っちゃった。ごめんなさい。え、これタオル、ちょっといいですか、この引いてるの。大丈夫です。これ、深く行った方がいいよ、これは。こういうのがむずいですね。いや、でも確かに、俺もちょっと前にラーメン屋でバイトして、ラーメン作るの。こんな難しいやと思ったけど、この頭洗うって一つがめっちゃむずいやん。ああ、確かに。いや、ここ大丈夫、このタオルめちゃめちゃ大丈夫です。ほんまですか。まあ、最終的に顔濡れてもなんとかなるし。なるほど。
全然いいです。僕全然いいです。全然いいです。ちょっと申し訳ない。ちょっとアシスタント。おお。右耳水没しました。水没。いや楽しみやなこれ。半年ぐらいある。大丈夫これ。これでもすごい、あ、ほん入れそうじゃないワンちゃん。これ絶対面白いと思う。初めてっていうのプレゼントできるな。そう。だからこれどっちでも選べるわけやな。女の子の方が男を連れて行って男に頭洗ってもらうのができるしみたいな。ああ確かに。これどっちでもいけないんで成立するやん。トットに勇気がある。ちょっとマネした人と教えてほしいよ。私マネしてめっちゃ成功しましたみたいなさ。ああ。これやってめちゃくちゃ喜ばれましたみたいな。教えてほしいよ、その感想マネで。でも頭洗ってもらう気持ちいいしリラックスできるのいいかも。そう。だからデートってマンネリするやん。はいはいはい。そこはデートなんで絶対その一瞬は楽しいやん。確かに。それ分からんもんどう笑えていいか。痛いっすね。いや逆にそうちょうどぐらい。へえ、気持ちいい。全然普通にうまい。ちょっと美容室目指した方がいいかもしれない。今から、うん、シャンプー出したから。関係ないから。人生で初頭をこう洗うのこうやって。初やってそんな。人の頭。うん。だからこう初めてを手に入れることができるよな。ああ。ファーストキスで言ったら手に入らへんもんや。こう、うん、もう20以降でファーストキスに入れてめちゃくちゃ難しい。はいはいはい。ただファースト床屋を手に入れるからさ。そこをやっぱ手に入れに行くってどうかなっていう。いい感じです。でもマジでうまいですよ。本当に。いや普通に。マジですか。結構本当にうまい。結構これ普通の新人のシャンプーとかより全然うまい。頭で顔負け。マジマジ。わからんと。すごいっすね。なんでやろ。ここだけわかんない。持ち上げるの。これ一番難しい。持ち上げるだけで。ああこれ確かに持ち上げられて。から入れてて。はい。ここで。はい。もう向こう。はい。でも今日めっちゃ部屋チェンしたやん。うん、確かに。めっちゃスプレーついてるからちゃんと洗ってた。もうね、撮影してたんですよ。めっちゃ大変やったの今日。大変すぎて、俺マジで音量と会話ほぼなかったから。うん、でも俺が撮影しようときは部屋見して着替えて、うん、でそれ交代したら俺は着替えて部屋見するから、もう喋る隙がないみたいな。ほんまそれ。もうすれ違いざまにアイコンタクトするやん。その後にこれやから。普通やっぱご飯屋さん行くと思うやん、普通の人は。はいはいはい。まあ、あえて床屋に行くっていう。水炊くかと思った。テンション上がったの。こういうさ、新しい何かを考えていく面白いな。俺このタイトル思ってた時、絶対面白いやんと思った。絵が面白いなと思って、もう本領がこの頭を洗っとるって絵が面白くないと思って俺は絶対しようと思って最初考えてたネタが、うん、ドッキリで門領が、うん、その美容師じゃなくて入れ替わっとんみたいな、はいはい、テレビよくあるやん、あれなあれしようと思ったけど、あ、キムタクのやつちゃん、そう、僕は難しいんだよ、めっちゃ難しいじゃん、おおおおおおすごいすごいすごい、え、これこれ今すごいマジでうまい、何も知らんけどでもこれであれや、耳かきもしてあげれるっていう、あ、確かにぬらきたてそうそうそう綿棒でちょっと取れるっていう、いや、一石二鳥やな、めっちゃ耳に入ってんけど、これめっちゃうまいんやな、そう考えたら美容師さん、耳入ったことない、普段やと思う、確かにもうそれ怒られるの絶対耳入ったから、これ普通のその職場でこれ、いっぱいあって、これ先どかしたらコツをつかむってことやな、でもこの面白いって、もう二度と大変やることもないねんけど、この美容経験体験な、まさに、うん、ここさ、いつも私さ、めっちゃ洗ってって言うよね、美容室で、なんか洗い残し残しみたいな、はい、首のとこ、この頭上げるやつさ、テレビやってたけど、うん、お客さんが頭上げるの嫌がる美容師の人多いらしい、上げてもらうよな、濡れるんですよ、そうするとそう、なんかコントロールできへんから預けた方が美容師にはいいらしいと、へえ、そうなんや、そう、俺それテレビで見てびっくりした、あ、そうなんやと思って、こっちも親切で上げようとするやん、うん、でもあれが逆に迷惑で、俺は上げてほしい、思ったオッケー、あ、ちょっと一回床取ってもらっていいですか、ちょっと、ちょっと、ごめんなさい、いえ、大丈夫です、床やばい、床が浸水、そんなにすいません、いえ、いや、でもマジでうまいですよ、でも、マシンすごいです、センスある、センスいいです、なんか慣れてますかも、したことないですよ、そんな、あの、歴代の男の頭も洗ったことない、いいっすよね、うん、しかもこの本格的な設備やからな、うん、これで終わりそうね、まあ、結構やりました、シャンプーやって取れてもらってやった、うん、今これでシャンプーがめっちゃしっかり洗い流さないと頭皮に悪いんよ、へえ。だからめっちゃ洗い流したけどね、マジで髪捨てやらなくなってるわ、あ、そう、あのシャンプー書いてたらモンローグレイ使い出したから、え、絶対そうやんな、めっちゃ変わったね、あれ今あれしか使ってないでしょ、うん、あれなんか良すぎて俺追加で欲しいって言ってやもうないねんでも、あ、ここ引っ付けたらいいんか、そうそう、なるほど、ほら、おー、すごいっす、あ、習得した、コツをつかんだ、うん、つかんだ、気持ちいい、うん、これもデート流行るな、これ
これ温度しんどいだけやけどめっちゃ欲しいさえも。逆にこれ男が女の子にやってあげるっていうのもありだと思う。え、そっちの方がいいよね。確かに。完成完成。ほんでほんで。タオルで。こうやるよな、ミオスさん。ああ、やりやすいな。寝そうにはならへん。さすがにそこまでかく、でも全然やっぱ普通に普通の美容師の人って言われてもわからんと思う。耳に水が入るとこぐらいかな。ギリギリ、あ、ちょっと違うなと思う。イヤーキャップしすればよかったな、うん、こうして持ったままあげるよね、美容師さん。赤いとこ確かにそれだ、こうやって飛んだんじゃない。ちょっと待って、音やばい、びちゃびちゃしてここさ、背中が、うわ、ほんまや、背中もさっき取れた、めっちゃ濡れてる。結構、だ、本当に大丈夫だよ、うん、背中が濡れても大丈夫だよ。すっきり、もう完璧。でもこれ1回でいけたかな。めちゃめちゃスプレー振ってますよね、今日。高くなかったですか、ヘアチェン。いやー、よかった。終わり。ドライヤー、ドライヤー、オイルないですか。オイル、オイルあります。欲しいた、オイルやな。いやー、すっきりしたわ。ありがとう。めちゃくちゃ腰痛いんやけど楽しいな、やっぱ。って考えたら美容師さんの腰やばいよな。やばい、これ毎日やったわけよ。腰痛の人はできへんな。俺も確かにラーメンでバイトした時結構筋肉痛あったもんな。そのバイトしとったのよ。あれ弁天や。いや違う、普通の東京の。これ前髪どう？そう、センスでなんかって感じで、うん、まあ、正直プライベートで家おるときは絶対あげるけど。じゃああげよう。もうないやろ仕事。大丈夫。まあでもこれが仕事っていうのはすごく。これが仕事やな。確かに。熱いわ、汗かいてる。マジでダメージ、マジで良くなってる。変わってる。だって、ずっと硬やったよ。はい、やばい、マジマジやばい。えぐかったよな。うん、いいじゃん。ばっかりした、マジで。いい感じですね。ね。いやー、めっちゃっぱりした。よかったー、これで家帰って寝るとき頭が洗って。はい、お疲れ様でした。ありがとう。はい、たっぱりしたってめっちゃ汗かいてんけど。髪入りも。あ、これやりたい。あ、それそれあれ。これ大丈夫ですかみたいなやつだね。おー、全然いい感じや。どうですか。完璧。もうほとんど見えてんけど、こっち。ほとんど見えてんけど、こっち。全然見えてん。めっちゃ全部綺麗にツートンで分かれとった鏡が。あ、いい感じ。オッケー、完璧。なんかここ思うんですけど、なんか最後あれ見せるじゃないですか。あの時に、いや、あんま良くないですとか言う人、それがいいんやん。これちょっと違いますみたいな、最後見せたら。まあ、違いますね、まだいないと思いますよ。まあ、言いづらいよな、雰囲気的に。なんか確かに。ドラッグ、なんかそういう空気醸し出してる人いますよね。やってくる人はたまに、なんか、いますけど、自分でやり直す人もたまにいます。ここのお客さんはいないですけど、めったにないですね。いやー、よかった、ありがとう。いい時間過ごしたわ。疲れましたね、今日は。思い残すことはないわ。めっちゃいいっすよね、自分だけ。私でもバリバリやのに、今日は頭笑ったらばじゃん。いや、いい、いい、大丈夫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 、いい。俺だったらめっちゃ綺麗だ。いやいや、いい、大丈夫。よし、いや、というわけでね、モンビをシャンプーしてもらうという、そういうところでした。いや、僕ならなんかセットしてもらいたいよね。まあ、美容師ちゃんモンビさんが光を。いや、しかもセットしたらシャンプーして意味ないやん。何の意味あるさっき俺。そうだよね。すっきりやっと帰れるなーって言って、もう帰れる準備万端で今からもうセットしたの。男の人の部屋名。うん、あ、セットできる。いや、したことない、したことない。アイロン使ってとかで。え、教えてほしいな。確かに。じゃあモンリョが一番この感じだから好きっていう感じにしてもらう。痛い。あー、そう、ほんまさ。ちょっとさ、なんで乗り気なせっかくあらったのに。しかも重い腰下ろそうかな。今もう絶対終わりの流れやったやん。でも楽しそうやん。ちょっと部屋目までする。え、コテ、コテ欲しいです。え、コテ使う。え、男ってコテ使うんですか。え、使いますよね。ストレートアイロンで行きましょうか。え、でももうこれこの乾かし方しちゃったからセンターやん。もうこんなんやったらだって前下ろしてさ、あれにしたかった。これ下ろせるで、ほらちゃうよ。あの、いつものやつやで。あの、パッツンの光のあれあるやん。あ、ツートン。あ、伸びとんか前髪。そう、前髪伸びとんか無理や。じゃあこうしよう。まあ、ハサミもあるらしいですよね。ちょ、待って。いや、捕まる、捕まる。捕まらんのかな。お金もらわなきゃ大丈夫。あ、そうなんや。前髪、はい、ぶっちゃうるさいから切りたい気持ちはあるんやけどな。切りすぎたらな。切ろか。じゃあ、前さんの前髪切ろう。いいよ、いいよ。じゃあ、そこまでやったら前さんの前髪切ろうか。やばい、前髪どうなる。切ろうよ。私でもある分全部切らしてもいい。絶対嫌。スノーみたいなとこ全部切らしてもいい。絶対嫌。あの、あれしたいんだよ。前さ、髪型選手権みたいなのしてたやん。うんうん、ああ、やりました。あれの、なんかちょっと上げてるっぽいウェーブ入ったみたいなやつ。あれ教えてほしいです、それさ。上げたウェーブみたいな。はい、ね、前髪どこで分けるかだけ普通に欲しい。
どうやるの、こうなんか木に揉めない、最初から上げるとああならないんで、一回下ろして乾かして最後に真ん中だけ立ち上げるといい感じになるんですよ。寝るだけやろ今セットしても。これそうやで、ほんまやらんでいいやね別に。え、いいじゃん。いやいや、でもまあここまで来たらもうやらなかった。でもなんかやる流れです、ね、それはもうこれは期待してる流れですよ、視聴者。手雨文量の出番や。え、こんなん、こんなんじゃない。これでも人のやつなんてめっちゃむずない。うわすごいな。え、これ女の子のやつやったことある？え、ないよ。巻くぐらいしかない。めっちゃむずいよな、多分これ。こんなんじゃん。いや、それうまいっすよ。違う。え、マジでうまいっすよ。こんなんやね、なんか、はい、完成形はでも自分の中であれってことですよ。え、そう、なんかあれでやってた何番かが好きだったよ。まあ、手つきはでもあれとるよね、ほんま。なんかアイロンってめっちゃ痛むからな。痛いまくっとるもんな。佐々木さん、合ってます？これどこを外に跳ねさすとかあるんですか、ポイントは。なんか耳の後ろあたりを跳ね入れると頭ちっちゃく見えるんですよ。ここね、ここ。そうそう、なるほど、ここはこうか。耳挟んだらどうしよう。それもやばい。それはマジやばい。むずこれ。美容師の鏡見ながらやるんですか、それともここだけ見るんですか。いや、鏡見ながらですね。へ、そうなんですね。調整してる、調整。一点でやってると全部やり終わった後見たらあれみたいな感じになるんですよ。バランスっすよね。え、逆毛とか入れてます、いつも。逆毛は立ててないです。ワックスだけ。はい、センターになっちゃった。マジで面白いんだけど、教えてほしいな。ここら辺外跳ねちゃう。でも新しいオリジナル作ってくれてもいいけど、ここめっちゃ癖強い、これ。ここやばいです。そこだけ反抗期だと面白いです。中木さん、どうしよう、ここ1に行きたいんですけど。そしたらちょっとこの止めて、これで取ってやったら。なるほど。おお、すごいな。難しいや、やっぱり無理や、もうやば。プロ見えへんし。いや、でもカメラ映るもん。もしゃもしゃっぽいやつがいいんや。沖縄の時みたいな、もしゃっぽくない。なんか無造作感。そう、あー、無造作感ね。なんかふわふわの、そう、ボリュームある感じか。そう、あんな最後やっぱワックスでやっとんじゃない。こうやってある程度形を作ってるってことですよね。そうですね。この肩作って最後ワックスでみたいなことやもんな。あ、いいんちゃう。てかさ、黒の方ってさ、やってもあんまあれじゃない。そうなんですよ、動きが分かりにくい。なんかこの右と左でボリュームのバランスを合わせるのめちゃくちゃ難しいんですよ。え、てかずっと担当してるのすごいですね。はい、ツートンはやっぱちょっと特殊っすよね。いや、マジ特殊っすよ。同じ感じでやると右の方がぺちゃんこになって左がブワッてなっちゃって。もうそれが慣れてるんですか。僕もね、何年もやってるんで。え、でも見て、後ろいい感じなの。うまいっすよ。確かにいいっすね。いい感じ。え、うまない？うまい。いいんじゃん。なんかもっとなんかな、クリンクリン感を出したい。ウェーブ感っていうか。こんなん頑張ってどこ行くよ今から。今から家やったから。まだお風呂直行で。ちょっと待って待って待って、来た。え、よくない？こここっち向きすぎたら微妙ですか。これこれこれ、キャバ嬢みたいになる。いや、でもそう、筋みたいになるんですよ、そこ。そう、なるよね。ハイライトみたいな。そう、そんなもんでいいかな、とては。んで、バックっすね。バックつけちゃうのか。いや、オイルにする？オイルやったら洗おうとする。オイルでいける？逆に。え？無理。いや、もうワックスいった方がいいと思う。みんな何なんだ。あ、だからバックスいって最後佐々木さん頭洗ってもらおう。あ、そうじゃん。それが一番いい。またセットするんでしょ。ループセットループ。無限ルール。ダメ、ごめんごめんごめん。耳がりて。おー、でもなんかちょっと一気にボリューム出るな、やっぱ。全盛期の片岡愛之助みたいな目になって。ほんまそれ。山園全盛期いつか分からんけど、まあ、あの人ずっとこんな感じか。そんな感じだよ。でも本当に女性って美容師のなった女の子とかそうですけど、男子の髪作れないんですよ、自分がやってきたことないから。けどもう結構作れてるんで、ね、すごいですよ。いや、これはもうセンスですよ。何にもしたことない。前髪が男の前髪むずいんですよ。むずいむずい。なんかさ、形的には良くない？シルエットこっち側がめっちゃむずい。ほんまに片岡愛之助みたいになんか後ろから見た感じも。え、全然悪くないよね、でも。いや、こういう髪型もせえへんよな、俺。うん、まあ、若干ちょっとエリート感もある。いや、ここがポイントよ。こう下にさ、から横から見て、横から、あの、ここ見て、トガあー、やってますね、確かに。合流地点。そう、ここ獅子みたいなね、ライオンの。え、かっこよくない？なんかさ、あれみたい、悟空のやつ。ドラゴンボールやっけ。ドラゴンボール、スーパーサイヤ人ですね。なんかギャルみたいな。さあ、赤いやっけ。赤のじゃん、それ。それはいい。わからん。え、でもめっちゃいい感じやねんけど。え、前から見たら微妙。いや、別にいけるんじゃない、わからんけど。なんかあんま気に入ってないやん。いやいや、全然いけると思うね。ちょっと待って、まあまあ上手いんだけど。え、ちょっと見て、ここのさ、ラインめっちゃいいんやけど。ここ、こだわり。全然いいっすね。でもこの分かる、このふわふわ感を外巻きにして、はい、これ感じだ。いや、いい感じじゃん。どう
全員とか見えへんか。あの鏡毛流れはでもすごい出てますよね。ですよね、はい、鏡にしてください、あの白の鏡。あーあれですね、確かにあれで見て分かるっすね、はい、あーでも全然いいんじゃん。じゃあ金の方、金の方見て、金の方。あーこのなんかここね。そうでもあんま見えへんねんこっち。なんか難しい、なんか難しいな。佐々木さんどうやったら見えますか。おー、いい感じ、このこうなったから。そう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 、そこがポイント。ここ、ね、そこ横からがいいな。やろ、ここね、ここからがいいですね。かっこいい。なんか気に入ってもらった作品、自分と。え、ちょっと見て、うまい、いいやん。やろ、うん、これめっちゃ綺麗やほら。おー、ほんま綺麗。やろ、うん、完成。もういいですか、もう満足。オッケー、ありがとう、うん、よし、じゃあ帰ろうかな、家。帰ろうもん。いや、まあ、これなんかワックスで感じない、なくない、結構サラサラっていうか。え、てかほんまにうまいんやけど。うまいです、うまいです、ほんとに。微妙、なんか黒の方から映したら微妙なのかな。こっちは色悪くなくない、うん、こっちの方がいい。でも、まあ、でも確かに金の方がいい。金の方映してました、何回も。金かけですよね。いいですね。え、いいよ、いや、ありがとう、はい、帰ろう、帰ろう。誰がこの時間からセットしてるの。でもほら、いい感じっすね、マジで、うん、はい、あ、どうか、マイナスケア。え、いいよ、むしろ楽やしな、髪の毛上がっとうから。確かに上がっとうとか横に分かれとうから。でもすごいっすね、マジでこれ、うん、初めてっすのは。オーケーっすね、ほんまに初めて。完璧、ありがとう。いやー、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、こういう感じでね、お疲れ様です。この床屋デート大流行間違えましたんで、マネマネした方は報告一歩待ってます。はい、そんな感じでね、今回はこれで終わります。ありがとうございました。概要欄の方にモンレオチャンネル貼ってるんで、そっちでコラボはまだしてないので、まあ、ないんですけど、まあ、チャンネル登録やってください。ありがとうございます。じゃあ帰るか。後ろね、こっちか、こっちですね。上手って、こだわりポイント、うん、しゅちょっと、あ、でもめっちゃいい、めっちゃいいんやけど。いや、いいっすね、ほんと普通にぐちゃぐちゃにしてもなんか人っぽくない。うん、うん、今なんかぐちゃぐちゃにしたつもりかもしれないけど、いい感じになっちゃった。逆にね、見て見て、ほら、ひっこて入れたとこ、いいっすね、確かに。アイロン入れたとこ、もういいよ、帰ろう。帰ります。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いや、楽しかったな。なんかどうやった、よかった、よかった。まだ来年も来てくれる。どこやってくと。じゃちょっと水だけ食っていく。あ、ほんまにいけるんや。やった。じゃあこれご飯食べていきます。マイさん、じゃあもう家帰っといて。行ってらっしゃい。彼だけちょうだい。彼だけ。